じゃあ次は好きな女の子のタイプは。好きな女の子のタイプ。好きな女の子のタイプは。好きな女の子のタイプですか。ここはカイト君はどうですか。いやいやいや、それ怖いパス。キラーパス投げるよ。だからバボカでトスがゼロなんですよ。本当だ。本当だ。レシーブ1、トスゼロ、アタック3って本当だ。トスゼロだ。アタックだけだよ今の本当に。まあ僕が好みのタイプの女の子はショートカットの女の子が好きってことですよ。ああ、ショートカットの女の子ね。そうです、ショートカットなんですよ。もうずっと言ってて、うんうん、でそうすると結構僕が出てるアニメショートカットの女の子出てるわけですよ。おお、最高だなおい。ショートカットの女の子ね、意外とどのアニメにも一人はいるからね。そうなんです、活発な女の子が好きなんですよね。あ、僕も今趣味で言いましたけど、まあ、若干、まあ、僕本当はインド派なんですけど、うんうん、まあ、アウトドアの趣味が多いんで一緒に行ってくれる人とかいたらいいなーなんて思います、うんうん、一緒に行くよ。え、あ、もう女の子じゃないから。ちょっとマジ。え、今のまあまあそんな感じで、うんうんうん、村瀬さんの好きな女の子のタイプを。あ、やばい、忘れてくれてなかった。いや、僕はですね、なんかちょっと、はい、別のその作品のオーディオコメンタリーでもちょっと話しちゃったんですけど、はい、あの、まあ、その単発とか、なんかそういう外見的な特徴で言ったら、はい、僕は耳がすごく好きで、ほうほうほう、耳の形がいいとちょっとおって思っちゃうんですよね、うんうん、なんか変態っぽいっすね。ちょっと聞こえてるよ。しかもめっちゃいい声でさ言ったでしょ今。いやいや違う。あ、でもね、これフェチの話だからね、分かってもらえないと思うんだよね。なるほどね。耳の形がいい人は好き。耳の形がどんな形、うん、あのこれはですねすごく難しいんですけど、はい、絵に描かないと無理な感じなんですよね。なるほどね。じゃあいいや。じゃあいい、はい、そうだから面倒くさい感じになっちゃうから、はい、カイト君にトス投げたんだよ。わかります。